宮城県道路公社は、宮城県を設立団体とする地方道路公社である。1972年4月1日設立。宮城県道路公社の本社が所在する、ふるさとビル2006年10月1日より、ネクスコ各社と同様の ETC マイレージサービスが開始され、ポイントも合算されることになった。ただし、ETC 時間帯割引は適用されない。 宮城県内で ETC 時間帯割引が適用されるのは東日本高速道路が管理する東北自動車道と山形自動車道のみだったが仙台東部道路が2007年秋から社会実験として適用されるようになったため適用されない路線は三陸自動車道仙台高北インターチェンジより北の路線と仙台南部道路及び仙台北部道路となった ETC マイレージサービスのポイント2倍キャンペーンでは、NEXCO 各社と連動して同様のキャンペーンを行っている。なお、仙台宮城デスティネーションキャンペーンのプレキャンペーンとして、2007年10月6日から12月24日までの土日祝日に同行者独自のポイント2倍キャンペーンを行ったことがある。前線にわたって、整備済み、一部料金所整備済み、 整備料金所なし仙台南部道路と仙台松島道路を建設する際、宮城県は計971億円の債務を負い、2009年時点で492億円が残る。両道路の料金収入は年間計70億円で維持管理費は年間計20億円。ありがとうございます。